皆さんこんにちは、谷間関です。今回はですね、フェアウェイウッドもしくはユーティリティ、この、2つの種類をなんかどうしてもこううまく打てない方、まあ、ドライバーとかね、アイアン、それからアプローチパターン、まあ、全体的にまとめてみて、他のクラブは大体こうできるんだけど、フェアウェイウッドとユーティリティに関してはなんかこううまくいかない方を対象に、まあ、限定にというか、説明していきたいと思います。で、そもそも、なんで、まあ、このフェア、まあ、ちょっと今回フェアウェイウッドで説明していきますが、まあ、ユーティリティも一緒です。なんでこう難しいか当たらないかというと、クラブそのものがやっぱり難しいんですよね。で、例えばもちろん一番長いクラブは当然ドライバーなわけです。ただドライバーに関してはこう当たる面積がやっぱ大きいわけですよね。で、そこでなんとなくこういう安心感、だからもう一つはティーアップをしているドライバーは、ですからティーアップした分だけやっぱこれも浮いているボールで大きい表面でパーンと出てこれるんで、やっぱもう安心感っていうのがやっぱ出てくるんです。長くっても当たるところがちゃんと大きいからなんとなく安心感。それからもう一つはやっぱアイアンの練習とドライバーの練習って結構するけれども、意外とフェアウェイウッドとかユーティリティって、まあ、アイアンの流れからちょこちょこっと打っておしまいになってしまうと、なかなかやっぱこう繰り返し繰り返しの練習が少なすぎるがために、どうしても苦手意識、うまくいかないっていうふうな形、状態になってしまうのかなというふうに思います。で、そもそもまず一番初めに、全部ほとんどのクラブがうまく打てて、このフェアウェイウッドが当たらない場合は、苦手意識の中のまず一つとして、飛ばさなきゃいけない、当てなきゃいけない、曲がらないようにしなければいけないっていう、そのなんかこう責任感というか、うまくやらなきゃいけないなっていう、その責任感がこう動きを悪くさせてしまって、他のクラブ、ドライバーとユーティリティの間のクラブがうまくだけがうまくいかないっていうのは、まさにそういう苦手意識からしちゃってるかなというふうに思います。で、まず一番初めに考えていただきたいのは、このフェアウェイウッドっていうのは、普通のアイアンのスイング、特に、まあ、イメージとしてショートアイアンぐらいのイメージでまずは打ってもらいたいなと。もちろん長さが違ってクラブの、まあ、顔も違うし、あのタイミングの感覚も変わるっていう感じもあるかもしれないけれども、何が言いたいかというと、振りすぎてしまうので、まずはゆっくりと小さいスイングでゆっくりと振っていただくっていうところがまず一つで、それが何かというと、ショートアイアンと同じように振っていったことによって、勝手にこのクラブのロフトの角度、いわゆる立ってるから飛びやすい、それからこの、ショートアイアンよりも長いシャフト、ね、いわゆる長いと当然飛びます。で、クラブが勝手に飛ばしてくれるんです。ところがこれを握った、フェアウェイウッドを握ったことによって、あ、自分で飛ばさなきゃ、自分で当てなきゃっていう、そのさっき言った責任感みたいなのが先について強くなってしまって、逆に当たんなくさせちゃってるのかなと思います。で、まずはイメージで結構変わってくるんで、そのイメージを一回変えてみて、ちょっとこう本当に8万円、9万円ぐらいのイメージでなんかこうバーンと打ってみて、あ、意外と飛ぶな、意外と当てるんだったなっていう人も結構レッスンしていて、意外とそういうパターンも多いです。で、いや、そうじゃないんだと、もうそもそもこれはもうどうやっても当たらないっていう方は、一回この子に関してはリセットして初心に戻ってほしいです。なぜならば、インパクト前後でもそういう方はアジャストしてしまって、若干フェアウェイウッドイップスっぽい感じになってるはずなんで、まずはそのインパクト周辺の動作を修正することによって安心感が生まれて、それでフェアウェイウッドがだん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 得意になっていくと。で、そこで、まずは小さい動作、私がいつも、皆さんに推奨しているショートスイングか、もしくはハーフスイングぐらいの大きさでまずはやっていく。それから、次に、
スリークォーターぐらいの大きさで、左腕水平、右腕水平ぐらいの大きさでやっていく。で最後に、フルスイングでスイングしていくっていう3段階を、まあその練習の量にもよりますけれど、2ヶ月ぐらい、まあ、早くて1ヶ月、長くて3ヶ月ぐらいのスパンで少しずつ週1回から2回の練習だったらそのぐらいで1日、そうですね、ショート、このフェアウェイウッドだけで最低30球ぐらいできれば50球ぐらいの球数を、打っていくとだんだん気持ちがこう楽になってくるかなと思います。で、そのショートスイングの練習の時にだいたい5番ウッドが短く、もう一番グリップの最後のポジションですね、ここのところを持つとだいたい7番アイアンぐらいとか6番アイアンぐらいの、一番ギリギリで持った長さと同じぐらいになるんですね。だまずは短く持ってくださいね、短く持つ。そうすると短く持って構えると異常になんかね、こう見た目がすごいまず簡単に感じます。で、それから、初めは、アイアンとかと同じように低いティー、ワンフィンガーぐらいの低いティーアップをして、やっていただく。で、その中でまずはあんまりこうコックとかも使わないでハーフスイングよりはどっちかというとショートスイングよりのノーコックぐらいのイメージからコツンと打っていく練習。小さいトップから、小さいスイングからフォローする、小さいフォローするまでを出していく。これを低いティーアップしてコツ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 とマスターを打っていく。で、それをやっていくことによってだん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 と芯に当たってくるはずです。で、芯に、当たる確率が増えるまで、大きく しない方が僕はいいと思います。なぜならばその時こうなんとなく当たってくると慣れちゃっただけなんですね。慣れただけで、自分のものにはまだなってないと思うんで、自分のものにするためにできるだけ長く長い間、球数を受ける。そして今度はその短いまんまで3クォーターぐらいのイメージの、いわゆる左腕水平のポジションぐらいからフォロースルーの右腕水平ちょっと上がったところぐらいまでのイメージの感じで打っていく。で、意外とそれでも短く持ってるけど結構球飛んでくれます。で、それが慣れたら長さを真ん中もしくは、違和感なければ一番ギリギリのところまで持っていただいて、そこで今度は3クォーターからフィニッシュまでの動作というふうに、組み立てていただければこのフェアウェイウッドも楽に打てるはずです。とにかくティーアップしてください。ティーアップしないと、とにかく下から打つんで、この長さを下から打つとやっぱりイメージ出ませんから、必ず、ティーアップをして打っていただくという流れでやっていければ、フェアウェイウッド、それからユーティリティも同じです。だいぶね、克服できるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、参考に、試してみてください。
皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。